エモマリラフモン、ロシア語、1952年10月5日台は、タジキスタン共和国の政治家、同国大統領、タジキスタン人民民主党党首、エモムアリラフモンとも表記される、1952年10月5日クリアーブ、集団ガルチクダンガルシ出身、のサイードアブドレッダーヌーリーと和平協定に調印し、タジキスタン内戦を終結させた。 政権初期には大臣のポストをウッドに割り当てるなど反対派勢力に一定の配慮を行っていたが徐々に独裁的な傾向を強めていき反対派は同大統領が独立系メディアに圧力を加え反対派リーダーを投獄したと批判した1999年11月7日憲法修正に伴い7年の任期で大統領に再選 2003年6月22日の憲法改正により、2020年までの大統領任期の延長を可能にした。2006年11月6日の大統領選挙で3、1 0を果たした。2007年4月14日、自らのせいから、ロシア語風の設備時を取り、エモマリラフモノフから、多軸語風のエモマリラフモンに改名した。 2013年11月6日の大統領選挙で83.1%の票を獲得し4選。2016年の憲法改正では、ラフモンに限って再選制限を撤廃し、事実上の終身大統領を可能とした。2020年10月11日の大統領選挙では90.9%の票を獲得し5選。多軸人、ジ最大者であり、九死を有する。 長男のロスタムエモマリは、2017年1月から、同国首都であるドゥシャンベの市長。2020年4月からは、上院議長も兼務。娘のオゾダラフモンは、2009年9月から、同国の外務次官。ありがとうございます。